ラハイナカーナパリパシフィック鉄道は、シュガーケーントレーン、または、シュガートレーンとも呼ばれる。アメリカ合衆国ハワイのマウにある、保存鉄道であるが現在は運行されていない。ラハイナ駅 914mm 狂気鉄道で、ラハイナとカーナパリトップコイリの6マイルの区間を、蒸気機関車が牽引する観光列車が走行する。車内ではナレーターが、観光中に、 興味のある場所をアナウンスする。約100メートルの湾曲した木製橋梁を渡り、その高さから近隣の島々と西麻生遺産脈のパノラマの景色を眺めることができる。1970年開業以降、500万人以上の観光客が利用していたが、現在は運行しておらず、鉄道車両はアレクサンダーボールドウィンサ等博物館に展示されている。 サトウキビ列車の切符1970年に開通したラハイナカーナパリアンドパシフィック鉄道は当初建設されたカーナパリのサトウキビ畑からラハイナのパイオニアミルまでサトウキビを運ぶために当初建設されたカフルイ鉄道の路線の一部である。かつて島にはサトウキビ畑と工場をつなぐ 320km 以上のレールが存在したが トラック輸送の普及により1966年、カフルイ鉄道の使用は中止されていた。1969年、AW マック・マッケルビーと魔界コーポレーションは、ハワイの歴史のために、シュガーケーンとレーンを観光列車として復活させた。2014年7月24日、同社は財政難により2014年8月1日に、鉄道は閉鎖すると発表し、 その会社は継続企業として売りに出されたが数ヶ月後、マウイ島在住のクレーグ・ヒルのオーナーであるマウイコンシェルジュサービスによって経営が引き継がれた。ラハイナで最も有名なアトラクションであるシュガーケーントレーンを維持する必要があるとヒルは感じていた。現在、シュガーケーントレーンはカナパリの短い区間を走る季節限定の ホリデーエクスプレスとして11月下旬から12月25日まで運行。同社はシュガーケーントレーンを復活させるため、3台すべての機関車を修理するとともに、事故を防ぐために踏切を追加することも計画している。古いレールは撤去され、新しいレールにも交換されている。2018年に運行が再開されると述べ、運行された唯一の観光列車は、 ホリデーエクスプレスのみであった。共同経営者であるラハイナのトッド・ドメックはインタビューで、シュガー・ケーントレーンは2019年5月に完全な運行に戻ることを目指していると述べているが、運行されていない状況。ありがとうございます。